こんにちは、犬飛びです今日もですね美しい字の条件をねいろいろと話し,していきたいと思います。えー、お悩みの中に筆順も合っているバランスもいい、ねえー、形格好もいいのになんか私の字って閉まらないんだよねってなんか不安とした感じになるんだよねってお悩みの方いらっしゃらないでしょうか。えー、こういった方はですねおそらく点格が くっついていないてな可能性があります、はい、今日はですねこの美しい字の条件の一つでもあるをを確実にくっつけるとといいいう話をしたいと思いますこれで、えー、なんか自分の字がこうカチッと大人っぽくならないちょっとねなんかふわふわしたうん女性的なイメージの字になってしまうとかいう方はですねちょっと聞いてほしいと思います。 漢字の多くにはですねたくさんの点角線と点が使われていましてこれがねもうほ複雑にね組み合わさってであの漢字というものが成り立っていますよねでその字を支えるあの線はですね私たちでいう骨になりますその骨組みを長さを変ええー、場所を変え形を変えですね組み合わせて作られたのが漢字と、えー、想像してください。 でですよ私たちの骨でもそうですけど骨と骨全部くっついてますよねどっか一部だけ外れてとか浮いているとかないじゃないですかまさに私の今日お話ししたいことはそれで漢字も全く一緒なんですよねまああの点,と点に関してはまあ特殊なのでここはあの無視してほしいんですけども線ですね線と線。 例えば田田、んぼの田あれ五角ですよね縦1で横210字で34で最後締める5この線この線書いてみてどこか離れているとことかないでしょうかでこういう字が不安としてるなんか締まりがないっていう人はおそらくそのどこかの線が外れている離れているくっついていない ここの状態になってていいるととがとても多いです。ほんのねちょっとだけ気にすることだし、えーとまあ、漢字としては合ってるので見落とされがちなんですけども意外と多いんですよ。でこれですねなんでねこんなことになってしまったのかということなんですけどもこれはね、えー、最初に漢字を覚えた時に一画一画丁寧に書かなかったからなんですよ。 もうね小学校に遡っちゃいいますいきなりでこの一画一画丁寧に書かないことが当たり前になって大人になったんですよ。だって字は合ってるし試験でも OK もらったしという感じそうなんですよ読めるんですよ読めるんだけど自分の字に納得ができない状態を長年過ごしてこられたではないかと思います。 でで確かに、あのー、一部業書や会社ではこのねくっついた点画をわざわざ開けて書くという、ね、ちょっとそういう技術もあるんですけども、まあ、これはねあくまでも芸術アートの世界の表現方法であってまずは正しい文字、ね、小学校で習うあの教科書に載っている文字、ね、それの書き方をマスターしてから そういったあのちょっとシャレたシャレたというかあのアートのねアート寄りの書道をすればいいと思いますで,でそのやっぱりアート寄りの書道をするためにもねちゃんと漢字の骨はくっついておかないといけないんですよそのくっついておいている形を知っているからこそそれにプラスアルファで表現方法が広がっていくわけでねそこは丁寧にゆっくりカチ カチッと音が鳴る、線と線がくっついた時に音が鳴るぐらいのイメージで書いてみてください。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。犬とびでした。